サイモントン療法への批判サイモントントのイメージ療法ではギャレットのようにがんが白血球などに攻撃されてだんだん縮小していくというイメージを強く心の中に植え付けることによって深層心理を徐々に変えていきそれによって身体に影響を及ぼそうとしていますまたヘンソンの例のように患者の深層心理に介入して 病気の心理的原因を究明しそれを気づかせることによって病気の心理的原因を解消し治療に役立てようとしていますヘンソンの例は自らが比較的容易に病気の心理的原因を解明しそれを治療に役立てた幸運な成功例といえますがん患者は心の奥底で実は病気になることを望んでいるのだという サイモントンの直感は東洋医学的ながんの病院論と完全に一致しています。このような理由で、がんとは実は愛の死者であるとサイモントンは言っているのです。このようなサイモントンの考え方は、この言葉の表面だけを真に受けてしまうと、とんでもない学説だと思われて誤解の原因となります。心理療法の分野では、一般に、 治療の対象者を患者とは言わずクライエント、来談者と呼ぶことが多いのですが、臨床医学では患者ということになります。欧米で発展した心理療法では、患者ないし、クライエントに罪悪感を感じさせるような治療法は良くないという主張が、定説となっています。このため、サイモントンの治療法も、 がん患者に罪悪感を抱かせるから好ましくないという批判を受けています。しかし、私は、このサイモントンに対する欧米での批判は間違っていると考えます。欧米の思想的中核を形成しているキリスト教的な考え方では、神と人間とは対立する別の存在で、神は人間の罪を罰する存在であると考えられています。このため、 罪を犯すことことは、すなわち神から罰せられることに直結すると考えられているのです。よって罪悪感を抱くことは、すなわち神から罰せられるのではないかという恐れを抱くことにつながるのです。欧米のキリスト教徒たちは、実はいつも神から罰せられるのではないかとビクビクして生活しているのです。いつかは神が全ての罪人を。 悪魔とと共に地獄へ落とす最後の審判の日が来ると本気で信じているのですアメリカ人は日本人が考えているよりはるかに信心深くあるアンケート調査によるとアメリカ人の7から8割の人が神の存在を信じているという結果が出ていますこれに対して日本人では神の存在を信じる人は2から3割に止め止まっています アメリカという国は一般の日本人が想像している以上にイスラム教の国に劣らない宗教的原理主義宗教の教義を絶対に正しいと考える主義の国家なのですしたがってアメリカの大統領は神という言葉を議会の演説の中でいつも当たり前のように使っています非公式な遺族会の席で日本は神の国だと一言言っただけで 日本のマスコミは、愚かアジアの国々からも散々に批判され、支持率を落とした日本の総理大臣とは大違いです。このようなキリスト教原理主義的な考えの人にとっては、罪悪感を抱くことは、精神衛生に悪影響を及ぼす可能性は高いかもしれません。しかし、東洋的な考え方、特に仏教では、 そのような人を罰する神は存在せず人を罰しているのは実は自分の深層心理すなわち自分自身であるという考え方になりますですから人を癒すためにはその深層心理に介入して深層心理の自己処罰の呪縛を解いてやればよいと考えるのですこれに対して西洋のキリスト教徒たちは神は自分たちとは 別のところに存在しておられ、神は何でも見ておられ、神は万能で何でもご存知だというように考えるのです。一方、日本の歌舞伎、キアレ・予想ーのゼリフに、生きていたとは、お釈迦様でもご存知ある名という言葉があるように、東洋ではお釈迦様でも知らないことがあり、万能の神などという発想は希薄なのです。ですから、 自分の心の中の誤りに気づきなさいと教えるサイモントンの思考形態は、実は東洋の哲学に近い考え方なのです。このような理由で、サイモントン療法に対する西洋の心理学者たちの批判はあまり適を得ていないと言えます。サイモントンの指導するガンイメージ療法は、アメリカで広く行われており、ある程度の効果を上げています。 その心理学的ないし哲学的な発想法は東洋的な仏教哲学に近いのですしかしそのがん病理観は西洋医学的な発がん理論に基づいておりがん細胞は健康な人体を破壊する悪者であると考えていますですからがんの治療のためにはがん細胞を徹底的に破壊しなければならないという思考パターンから脱却できていません このためサイモントンのがんイメージ療法では放射線や抗がん剤が,ががん細胞を攻撃する場面をイメージしたり自分の白血球ががん細胞をむさぼり食う場面などをイメージするなどイメージの描き方が攻撃的かつ戦闘的ですこのようなサイモントンの戦闘的なイメージ療法がある程度有効であるという事実は 現代の手術や抗がん剤を中心とする西洋医学的がん治療法ががんの初期段階ではある程度は有効なことと同じであると考えられますしかし現代の攻撃的な西洋医学的がん治療法がお世辞にも有効な治療効果を上げているとは言えないようにこのような攻撃的イメージによる瞑想法の有効性には ある程度の限界があるのではないかと思われるのです東洋では仏教の中に病気治療のためのイメージ療法が伝えられています次にそれを紹介します